戦国時代の庄内地方の有力な武将は、大宝寺、武藤、土佐林、木次、佐護氏の各氏で、中でも、大宝寺氏は、羽黒山別当を兼任し、羽黒山の権威を利用しながら勢力を拡大し、庄内地方での一大勢力になっていた。大宝寺氏は、現在の鶴岡の大宝寺城に寄っていたが、一族との抗争が激化し、佐護氏氏の反乱により、鶴岡市、大山の大浦城に寄った。大宝寺氏は、越後本庄の本庄重長との結びつきが強かった。本庄重長は、上杉謙信の支配下にあったが、越後北部は、自立の傾向が強く、永禄11年1568には、武田信玄の調略を受け、上杉からの独立を目論み、上杉謙信に反旗を翻した。大宝寺義政は本庄氏に加担したが、途中、上杉謙信の力を恐れ、単独で謙信に輪を乞い、謙信からの信頼の厚い、土佐林前頭を、嫡子義氏の後見役とし、自身は隠居した。翌年、本庄重長は、上杉謙信の猛攻を受けて、嫡男を人質として出し降伏し、帰参を許された。大宝寺氏は、かねてより北進策を講じており、義政は、由利郡に割拠する由利十二島との関係を結んで、安藤、秋田氏、小野寺氏らと対抗しようとした。また、土佐林氏も、由利州の二ヶ星と関係を結び、大宝寺氏と土佐林氏と由利十二島諸氏との間で、複雑な相互関係が生まれ、国人等の内紛により、庄内は混乱した。元亀2年1571、土佐林氏らが、大宝寺義氏に反旗を翻した。義氏は、この反乱を鎮圧し、義氏が庄内を平定し、由利郡の国人らも、大宝寺氏の支配下に入り、ここに、庄内地方における義氏の覇権が確立された。義氏は、大宝寺氏の最盛期を演出したが、その覇権は、義氏の背景に、上杉謙信の慰霊があってのものだった。庄内が平定され、由利地方が、大宝寺氏の支配下に入ることは、その北方の安藤氏にとっては、看過できることではなかった。安藤氏かすえは、由利地方で、大宝寺氏の支配をまだ受けていない小助川氏を支援し、大宝寺義氏と攻防を繰り返した。また、山形の最上義明の力が強力になり、最上領に侵入しようとする大宝寺義氏の前に立ちはだかっていた。そのような中の、天正6年1578、謙信が死去したことで、庄内も大きく動揺することになった。上杉家では、景勝と景虎の間に相続争いが起こり、御太刀の乱、上杉氏の庄内に対する圧力が後退すると、大宝寺氏は、自立した戦国大名への道を急ぎ、大名領国化を強行した。天正10年1582、小助川氏の拠点である、新沢盾を中心に、小助川、安藤方と数度の合戦を繰り返し、また、一方で、義氏は、最上領侵攻を起きとして清水城、
酒の部城を攻めて最上義明と戦った。そして、12月、義氏は、由利攻略の兵を起こして、安藤方の砦を攻撃し、翌年には新沢城を攻め、その外構えをことごとく打ち破り、焼き払い、城を残すばかりとなった。しかし、義氏は、あと一歩のところで、安藤氏らに大敗を喫して、兵を引き上げざるを得ない状況になった。この義氏の度重なる強引な外政は、庄内の武士たちから次第に疎まれるようになった。それは、義氏繁盛、市民人狼と言われ、悪館と陰口を叩かれるようになっていた。この新沢城における敗戦からわずか2ヶ月後、最上義明と通じた前森蔵人の謀反により、天正11年1583、3月、自害に追い込まれた。この謀反に際しては、義氏の一族をはじめ、庄内国人衆のほとんどすべてが義氏打倒に立ち上がっている。義氏の死により、庄内地方は大混乱となった。義明の謀略によって大法寺義氏は殺害されたが、庄内が最上氏の領国になったわけではなかった。庄内の国人らもある者は最上氏に、ある者は上杉氏にというふうに、複雑な様相を呈して紛争が止むことなく続き、動揺の中にあった。前森蔵人は最上義明にとっては功労者であったが、義明と内通して主人義氏を殺害した上に、価格の点からも、庄内の主になれず、義氏の後は、その弟で丸岡城主、藤島城主、羽黒三別当の丸岡兵庫が継ぎ、大法寺義興を名乗った。前森蔵人は、酒田の当然寺城に入り当然寺地区前の神、義長を称した。大法寺義興と当然寺義長は激しく争い、義興は、越後の本庄重長と手を結び、上杉景勝の力を背景とするようになり、当然寺義長は、最上義明との関係を深めてゆき、両者の構想は、さらに、熾烈の度を増していった。大法寺義興は、本庄重長の次男を養子とし、大法寺氏と本庄氏の関係はさらに強化された。しかし、このことは、庄内国人衆の義興に対する不信を高める結果になり、庄内の混迷はさらに深まっていった。天正13年1585、6月、大法寺義興は、最上側の清水城を攻撃した。しかし、翌年には、当然寺義長は、悪味軍に反乱を起こし、これに呼応した最上軍が、庄内に侵攻した。最上義明の宿将、氏家尾張守が率いる最上の大軍は、観音寺城の狐氏房を激しく攻撃し、悪味軍を、ほぼ掌中に収めた。これに対して、大法寺義興も、上杉景勝の援軍を得て田川軍を確保した。天正15年1587、最上義明は大法寺義興を激しく攻め、さらに10月には当然寺義長が反乱を起こした。大法寺義興は当然寺城を囲み、落城寸前にまで追い込んでいたが、最上義明は、当然寺義長を支援するため、大軍を率いて、庄内に攻め込んだ。やむを得ず、大法寺義興は、最上義明と和議を結び兵を引いた。翌年4月には、最上義明が庄内に侵攻したが、この時は、本庄重長が援軍を派遣し、最上勢をどうにか退けることができた。しかし、この年の9月に、最上と当然寺勢の大攻勢が行われた。
小倉城は陥落し義興は自殺した。小倉城が落ちた時、義興の本城氏からの養子義勝は、越後国境に近い小国城に避難していた。こうして、庄内のほとんどは、最上義明の手中に落ち、同時に、庄内の越後勢力も一掃された。庄内を掌握した義明は、当然寺義長に庄内を任せ、その目付として、腹心の中山玄馬朝正を小倉城に置き、山形に帰陣した。庄内に異を張った外宝寺氏は没落したが、これは、庄内の混乱の第一幕でしかなかった。